チドキドキー、ゾウスケ、やべい、逃がすか、ゾウスケ大丈夫、ここまで来たら誰も見つけた。え、さっきエスカレーターで子供にぶつかってたよね。何のことかしら、しらばくれんの、私はずっとここにいたわよ。ギャルなめんなよ。え、さっきおばさんが子供にぶつかったとこ iPhone で撮ってんだよね。あれ、正直に言わないと TikTok でばらまえちゃうよ。ぶつかったわよ。じゃあすぐ戻って謝ってきな。私がやりました、ごめんなさい。いいよ。いいのかい。うん、だっておばさん謝ったじゃん。チュチュ、ボーリングでも行く。いいね、行こうぜ。お、どうした、誰か財布忘れてんじゃん、駅に届けようぜ。そうだな。すいません、どうされました、これ電車に落ちてました、ご協力ありがとうございました。お金取ってたわよ。は、何言ってんだよ。お客様どういうことですか。どう見ても人のお金を取りそうな二人組でしょ。その財布から取ったのよ。本当ですか。いや取ってねえよ。俺らが取った証拠あんのかよ。証拠も何もまともな教育を受けてないような顔してるじゃないの。そういうやつはね、盗むのよ。もし取ってたとしたら警察沙汰になりますよ。やってねえ。本当だよ、信じてくれよ。ほれ見なさい、嘘つくほど慌てふためくのよ。駅員さん、財布落としちゃったよ。あ、もしかしてこれですか。あ、そうそう、君たちが拾ってくれたのか。はい、はい、ありがとな。少ねえけどこれ持ってけよ。え、見た目によらずいい青年たちだな。ほんじゃまた。シャーシャーチュー。名古屋から豊橋の切符作ってくんない。え、ここ大分駅ですよ。とにかくその区間だけ欲しいのよ。あ、はい。長旅になるわね。あとはこれを駅員に渡すだけだわ。ご乗車ありがとうございます。お願いします。お預かりします。ん、これはまさか。お客様ちょっといいですか。何よ。この切符どこで作りました。名古屋駅に決まってるじゃない。本当に名古屋駅から来たんですね。そう言ってるじゃないの。そうですか。え、九州から来てますよね。え、切符の下の部分にカッコ6バーとありますよね。それが何よ。これは切符を発行した会社の番号なんですよ。6なら JR 九州、名古屋なら JR 東海の3のはずですよ。はぁ、許しておくれ。待って、切符なくしちゃったかも。何ちんたらしてるのよ、どきなさい。あ、すいません。しめしめ。すいません、キンさん。はい、どうされました。どこかで切符なくしちゃったみたいで。どこか心当たりはありますか。嘘ついてるわよ。え、どういうことですか。本当は切符なんて最初から買ってないのよ。色目を使って不正乗車を企んでるのよ。そんな。お客様、本当ですか。そんなことしないですよ。すぐペースを書けばいいと思ってるのよ。あざとよんなね、いやらしい。橋爪さんも根拠はあるんですか。ガキが一丁前にメイクなんてして20年もしたらね、誰にも相手にされなくなるわよ。ひどいです。お姉さん、え、ジュース買うとこに切符を落としてたよ、これ。ありがとう。ってことは橋爪さん、どういうことですか。チューン。お腹痛すぎて無理。え、次は町田、町田でございます。一旦町田で降りよう。町田、町田到着です。痛い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 。え、こちら新横浜、新横浜でございます。ちょっとこっち来てください。もしかして時間かかりすぎたからエラーになっちゃうの。早く来てください。やばい、不正乗車って言われたらどうしよう。ここまで来るのに時間かかりすぎじゃないですか。いや、その、もしかして不正乗車ですか。違います。でもこんな時間かかるはずないんですよ。不正乗車なら参拝運賃いただきますよ。だから違うんです。あの、お姉ちゃん、途中で何かあったの。実は車内で体調悪くなって町田で休ませてもらってたんです。それは大変だったね。何も知らんのにうちのもんがごめんね。大丈夫ですよ。それよりお金を。いらんよ。え、それより体お大事にね。ありがとうございます。いてててててて、大丈夫ですか。ちょっと足をくじいちゃってね。ホームまで送ってくれる。ああ、いいですよ。悪いね。バカな子にまんまと引っかかったわ。ご乗車ありがとうございます。よいしょよいしょ。ん、何やってんだ。ここまでで大丈夫ですか。助けたわ、それじゃあね。いや、走れんのかよ。さっきあんな痛そうにしてたのに。
なんで嘘ついたんだ？すいません。はい。あのおばさん知り合いですか？いやー、さっき改札のところで足をくじいたっていうのでホームまで運んであげたんです。改札に入るときはどうやって？普通に僕の定期で入りました。やっぱりか。切符を通さずに改札に入るためにおんぶされてたってことか。ホームに着いたら電車に飛び乗り、着いた駅で近くの駅から来たっていうわけか。 2337F 車掌さん取れますか？はい、こちら 2337F 車内に無札で乗車したおばさんがいます。状況の確認をお願いします。了解です。お客様、残念でしたね。お腹空いたよ。もう少し待ってて。大雨の影響で運転を見合わせております。今しばらくお待ちください。ママまだ？どうだろうね。お腹空いたよ。うるさいガキね、これでも食ってなさい。あ、すいません。みんな我慢してるのよ。ガキだからって甘やかさないわよ。おいごらてめえ。こんな異常時には皆さんのご協力が必要です。さっき自分のゴミを投げつけてましたよね。うるさいわね。私が出ていくわ。お客さん、また何かあったら何でも言ってくださいね。あんな人ほっときましょう。ありがとうございます。ママ見て。どうしたの？美味しそうなお弁当だ。あら、おばさん本当は優しい人なんだね。そうだね。ママどけ。どこへ行っちゃったの？邪魔なのよ。ママどうした、チビ？迷子になっちゃったの。母ちゃんと来たのか？うん。探してやりてえけど、これからバイトだからな。しゃあないか。よし、チビ、一緒に探すぞ。うん。誘拐犯がいるわよ。あ？何事ですか？このチンピラが子供を泣かして誘拐しようとしてるわよ。いや、迷子だから一緒に。言い訳はゴミよ。子供から離れなさい。何なんだよ。お姉ちゃん行かないで。え？大人はみんな怖い人ばっかだ。でもお姉ちゃんの子は助けてくれたんだ。チビ、そのおばさんは嘘つきだ。子供が言うことに嘘はありませんね。ソウスケ、ママよかった。皆さんご迷惑おかけいたしました。じゃあ俺はバイトあるんで。お兄ちゃん助けてくれてありがとう。じゃあな。じゃあ私もここらで。足爪さん、あなたはそろそろレッドカードですよ。え、通して通して。どうしたんですか？あの望みに乗らなきゃ間に合わないのよ。何にですか？友達が事故に遭ったのさ。間に合わなかったらどうしてくれるのよ。じゃあ着いた駅で清算してくださいね。わかったわよ。バカな駅員ね、まんまと騙されたわ。切符拝見しますね。まずい、車掌が来たわ。喫煙ルームに来たらもう大丈夫だわ。失礼いたします。車掌さん。はい。喫煙ルームにずっと居座ってるおばさんがいますよ。え、行ってきます。浮いたお金でステーキでも食べようかしら。お客様。何よ。切符はお持ちですか？ああ、それがさっき不気味なロン毛の男に燃やされちゃったのよ。燃やされた？そうなのよ、怖かったわ。私は電子タバコですが。不正乗車として3倍運賃いただきますね。あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？なんなのよあんた。え今頭触ったわよね。いや、倒れてきたので心配で。他のところも触ったわよね。いや、ちょっと待ってくださいよ。お客様、本当ですか？そんなわけないじゃないですか。まず認めて謝罪をしなさい。謝罪を。すいません、謝るな。あなたは本当にやってないんですよね？はい。なら謝っちゃダメですよ。認めたことになりますよ。あ、日本人はついすいませんと謝ってしまう癖があります。でもこの状況で謝ってしまったら不利になります。あ、すいません、また謝ってますよ。あなたは何も悪いことをしていません。堂々としていてください。はい。シュー、急げー。うち、あ、ごめんなさい。俺の高い高い靴がお前に踏まれて汚れちゃったのよ。ごめんなさい。大人の世界は謝ってもすまんのよ。2万だ、弁償代だ。お金ないよ。なら親に言え。どうにかしてここに持ってくるのよ。泣いてもダメなのよ。おいこらてめえ、子供にその言い方はなくない？なんだと？そんな風に精神的に追い込んで、その子がトラウマになったらどうすんだよ。その子の生活に支障出たら責任取れんのか？でもこいつが俺の靴を踏んだからね。その弁償代よりその子を傷つけた慰謝料の方が何十倍も高いけど大丈夫？それは駅員さん連れてって。警察官とお待ちです。クソが、これで電車賃が浮いたわ。
すいません駅員さん、どうされました？さっき買ったフリー切符をなくしちゃったんですが、どのあたりで落としたか覚えてますか？券売機のあたりだと思うんですけど、何時ぐらいですかね？30分ぐらい前です。では防犯カメラで確認してみますね。お願いします。よく見る顔だな。不正の常習犯だこいつ。全駅に共有します。先ほど、ちょっとお客様、切符見せてください。え、いやいや、今急いでるのよ。この写真に見覚えないですか？うん、これは、あの、そんな不正乗車ですよ。ちょー、私の管理がいけないんですけど、財布から1万円がなくなっていまして。僕のせいで盗まれちゃったの。タイミングとしては何時頃ですか？この子のトイレ付き添ってた時なので、10分ぐらい前ですね。そうですか、こちらでも周辺を探してみますね。はい、お願いします。お母さんショックだな。見つかるといいね。だね。あら、何かなくしちゃったみたいね。そうなんです、財布のお金なくしちゃって。あら、気の毒ね。1万円も大金ですからね。はい、お客様、近くを探したんですが見当たりませんでした。お力になれず申し訳ありません。いや、大丈夫です、ありがとうございました。1万円も大金ですから見つかるといいですね。はい。ん？そういえば隣のおばさん、1万円も大金ですからね。車掌さん以外に1万円なんて言ってないよね。もしかしてあのおばさんが。逃げるわよ。ちょっといいですか？何よ、急いでるからどいて。本当のこと言ってくれたら大ごとにはしませんよ。ちょちょおいこいつ、車内でプリントを広げるな、邪魔なのよ。え、頑張って勉強してたのに。こんなの捨てるのよ。あー、おいぐらてめえ、え？プリント見てたって邪魔になんねえだろ。目障りなのよ。社内の過ごし方は周りに迷惑さえかけなければ自由だ。頑張ってる若者を応援してやれよ。すげえ。駅員さん、ありがとう。おい、こいつ、俺が教えてやるよ。何を勉強してたんだ？いや、おじさんにはわからないよ。俺を舐めるなよ。俺は東大卒だ。見せてみろ。今、猫型ロボットの開発をしてるんだ。ドラえもん？何笑ってんだ。だっせ、こけてやんの。痛いよ。お客様、何をしてるんですか？こいつがヘラヘラしてるから悪いんだよ。そんなことで暴力を振るうなんてムカつくんだよ。幸せそうにしてるやつを見ると。そんな無茶苦茶な。俺は何やってても楽しくねえ、人生つまんねえんだよ。おいごらてめえ、あ、そんなのみんな同じだ。生きてて9割は悪いことばっかだ。でもその1割がいいことがあるからみんな頑張れんじゃねえのか。誰だお前。通りすがりの警察だ。え？傷害罪で15年以下の懲役、50万円以下の罰金だ。罪を償い、またやり直すんだな。まもなく望み号到着します。自由席は1号車が一番空いてるのよ。怖いおじさんがいるから2号車にする。そうすけ、聞こえるから静かに。クソが、2号車なんて一番混んでるのよ。ずっと立ちっぱなのよ。はい、ドアが開きます。どけどけどけ。そうすけ、行こっか。うん、どこも開いてないのよ。ママ、開いてたよ。座ってけるね。クソが、なんでなのよ。横山さん、実は1号車より2号車の方が倍ぐらい座席が多いんですよ。1号車は運転席があるので65席、3号車はトイレがあるから85席、2号車は何もないので100席もあるんです。すげえ、やったね、そうすけ。そうだったのか。それであっちの方は、それじゃ全然ダメなのよ。じゃあ誰もいなかったのか。おじさん、え、車内で電話はやめてください。うるせえな、チビ、黙ってろ。で、どうなったんだ。おいぐらてめえ、え、ずっと気持ち悪い会話を聞かされてる気持ちがわからねえか。何が気持ち悪いんだ。半分の会話しか聞こえない気持ち悪さだよ。知らねえよ。そして公共の場ではあなたの声はより大きく聞こえるんです。たく、みんなのために注意してくれてありがとう。にひ、ふん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 。え？ドアの前が塞がれて入れないんだけど。はい、まもなくドアが閉まります。あの子乗らないのかな。ふんふん、え、うん、すいません、乗ります。他のドアから乗るのよ。動きたくないわ。そんな、急がないと発車しちゃう。おいごらてめえ、ええ、お前らは周りが見えねえのか。ここはもう満席なのよ。そう、誰も乗れないわよ。ん、うん、後ろに吹っ飛ぶほどのスペースがあるじゃねえか。すげえ。いい大人なんですから、他の人のことも考えられるようになってくださいね。ああ、ならないようにしよう。
ケンさん、国会議事堂へ行くバス乗り場はどこですか？テスト、3番乗り場だね。3番ね、ありがとう。お気をつけて。お、男のガキみっけ。3番乗り場のバスに乗って国会議事堂前で降りる。あ、これだ。じゃあ出発するぞ。うん。ん？このバスは国会議事堂止まれますか？止まらねえ。え？黙って乗ってろ。怖いよ。ママ、助けてよ。黙ってろガキ。話してよ。うるせえ。おいごらてめえ。あ？うるせえ。おいごらてめえ。あ？駅員さん。その子に手出すな。駅員がなんでここに？その子が心配で、ちゃんとバスに乗れるか見届けてたんだよ。バスの柄も違うし、運転手も態度が悪いし、なんか怪しいと思ってついてきたんだよ。余計なことしやがって。お前はここで終わりだ。エケンさん、ありがとう。もう大丈夫だよ。なんだか騒がしいな。あ、エケン、あれ、お前はいつものガキ？横山さん、あなたが犯人だったんですね。いや、何のことだ。おい、説明しろ。ボスが持ってこいって。え、何をだ。男のガキを持ってこいって。俺はそんなこと言ってないだろ。え、あそこの鍵を持ってこいって言ったのよ。警察だ、誘拐の容疑で逮捕する。クソが。よし、帰ろっか。にぃ、そうか、また電車が止まってんのか。人身事故の影響で申し訳ありません。タクシーを出すのよ。俺は急いでるのよ。それはできかねます。お前らは謝ることしかできんのか。なんか言ってみろ。わかりました。 DJ タクポヨちゃん、カモン。電車が止まった、俺知らねえ。感謝が足りない俺らにね。タクシー自腹で乗ったらいい。あたしここらで帰りたい。帰るな、お前の仕事だろ。怒るお客に謝罪だろ。タクシー無理ならクレクオか。あたし無理言うそう、クソが。判定は3-0で駅員さん。クソが。あ、すいません。あと2時間はクレームさせてもらうのよ。やめて。駅員さん、線路に車が。え、やっちまった。お客様の車ですか？そうだよ。何があったんですか？ハンドル操作ミスったんすよ。それで線路の上を走ってきたんですか？そうっすね。帰っていいっすか？おいごらてめえ。あ、電車とぶつかってたらどうなってたと思う？知らねえや。お前はここにいねえんだぞ。電車に乗ってるお客様はどうなる？え？自分がやったことの重大さに気づけよ。え？防犯カメラを確認したら、お前がわざと侵入したのもわかんだぞ。そんな。列車運行業務妨害で逮捕だ。ああ。わあ、特急ゆふいんの森だ。かっこいいね。ママ、写真撮って。順番だから並ぼっか。うん。もうちょっと引き目で撮れる？あ、はい。こいつ何枚撮るんだよ。あ、もうちょい引き目で撮れない？顔でかく見えちゃうじゃん。あ、すいません。知らねえよ、モデル気取りがよ。ママ、まだかな？もうちょっとだよ。これで大丈夫ですかね。あー、いいね。次洋服変えるから待ってて。おいごらてめえ。あ？後ろ見てみろ。え？みんな順番待ってんだよ。お前だけのものじゃねえぞ。でも俺の写真を待ってるファンもいるんでね。周りに迷惑かけてまで撮った写真なんて、ファンの子も喜ばないと思うぞ。あ、電車はずっと止まってるわけじゃありません。あ、はい。限られた時間の中でみんなが楽しめるように考えてみてください。ママ、撮ろう。俺が撮ろっか。ママがいい。あ、チューン。橋爪さん、どうされましたか？地下鉄が遅れたせいでこれに乗れなかったんだけど。ちょっと確認しますね。これよ。あー、この切符は特別企画乗車券なのでダメですね。何よそれ。普通の切符より安い代わりに条件が厳しいんです。でも私のせいじゃないじゃない。地下鉄が遅れてたのよ。でも JR とは別会社なので。じゃあお金返しなさいよ。いや、それも。あんた、いい加減にしなさいよ。おいおらてめえ。半額シール貼られた惣菜は次の日悪くなっちゃいますよね。え？それが何よ。安いものには安いなりのリスクがあります。そのリスクに納得して買っていただいてるんですよね。まあそうね。じゃあ今日のことも仕方ないですよね。うーん、超ありがとね、宗介。うんうん、
ママはお腹に赤ちゃんがいるから座ってて。そのカバン重くない？へっちゃらだよ。ありがとう。ああ、間に合ったー。あれ、ちょっと待って。なんだよ。あのお姉さん可愛くね？うわ、可愛い。あ、ダメだ、子供いるわ。なんだよ、こういう人たち苦手だな。てかさ、妊婦さんって優先席座っていいの？確か障害持った人の席だよな。だよな。じゃあ太ってるだけじゃね？おいごらてめえ、え、優先席の標識をよく見たか？え、妊婦さんのマークもしっかり入ってんだよ。ああ、妊婦さんは立ってるのも辛い時だってあるんだぞ。そうだよ、ママは座っていいんだ。ああ、妊婦さんを見かけた際は優しくお声かけをしてあげてください。はい、ママ座ってていいよ。ありがとう。大変だ、ホームで五十嵐が喧嘩してるってさ。誰と？ヤバそうなおっさんと。え、とりあえず行こう。お前が抜かしたのよ。お前だろうがよ。怖っ、ほっとこうぜ。俺が先に並んでたのよ。俺だっつってんだろ。年上になんだその態度は。今は関係ねえだろ。どうすわ。あ、やってみろクソが。二人まとめてぶっ飛ばしてやんよ。え、特報よ。しょうもないことで喧嘩してんじゃねえよ。こいつが俺の順番を抜かしたのよ。いや、こいつだよ。どっちでもいいわ。てかここ始発なんだからみんな座れるっしょ。そうだな。ちょっと東京リベンジャーズ見てるから静かにしてて。ギャル強っ。